中流部二股川は、千葉県市川市、船橋市の市境を流れる利根川水系の普通河川である。利根川水系ママ川の分流である。市川市原木付近よりママ川から分かれ、市川市と船橋市の市境を流れる。上流部は、千葉県道179号船橋行徳線、千葉県道283号若宮西船、市川線が、 通り案許可されている部分があるが、下流部は埋め立てもされており川幅は比較的大きい。下流部は両岸に合同製鉄や津波車両工業、先工等の工場や倉庫が並ぶほか、船橋市西の浦下水処理場や市川市衛生処理場といった下水施設もあり、処理資料の放流が行われている。流域は低地で河川が密集しているため、 豪雨による冠水や床上浸水が頻繁に起こっている。だが、市境が入り組む河川であることから整備が進まない状況にある。また、下水道合流処理区域であることから、下水道事業とも関連が深い。当初は船橋市の管理下にあり、1987年度1991年度に河川改修計画が出されたが、 地方文献一括法の制定以降2004年4月に協議を行い、地域ごとにそれぞれ漁師が事業を進めることとなった。2008年12月には河川の維持管理協定が漁師で締結された。具体的に、二股川には市川市二股二丁目三番地先に水門があり、集中豪雨時に雨水を直接放流するための放流橋が接続している。そこより、 上流端の本郷排水機場までが市川市、下流端の西浦排水機場までが船橋市の管轄という取り決めがなされた。以降船橋市側が護岸工事を進めており、市川市側も費用負担を行っている。また、県道179号に歩道がない部分がある。ことから、川の一部を蓋で多い歩道とする要望も出されている。 それに応じて設置が1998年10月に検討されて以降2002年より着工する予定だったが未着手の状態にある。川幅半分の張り出し歩道で協議が進められているが、知見者との兼ね合いで滞っている。ありがとうございます。